少年バンド BTS のメンバーであるジンは、2020年5月に韓国の兵役に入隊しました。ジンが兵役に出発したことで、残りの BTS メンバー、特にテヒョンに痛ましい懐かしさを残しました。テヒョンとジンは、グループでの年月の間に多くの思い出に残る瞬間を一緒に経験してきました。舞台公演から旅行まで、いつでも支え合う仲良しの2人。ジンが兵役のために出て行った時、テヒョンは空虚に陥り、孤独を感じた。彼はジンとステージでパフォーマンスを続けることができず、親しい友人の不在になれるのが非常に難しいと感じました。タウヒュンは、BTS のオンラインライブストリームのいくつかで、ジンへの懐かしさを共有しました。彼は、ジンがとても恋しいと言い、また近いうちに彼に会いたいと言いました。テヒョンはまた、ジンが兵役を決めたことをとても誇りに思っており、彼が無事で、すぐに戻ってくることを望んでいる。ジンは兵役のために去りましたが、テヒョンは今でも彼の親しい友人を覚えており、毎日彼のために祈っています。彼は、ジンの使命が非常に重要であることを理解しており、友情と音楽の中で彼が戻ってくるのを待ちます。しかし、テヒョンにとって、彼の心の中でジンにとって変わることはできません。ジンはテヒョンの人生に欠かせない存在であり、二人が一緒に過ごした楽しい思い出をいつも大切にしてくれます。テヒョンはジンがすぐに戻ってきて、将来、新しい、より良い思い出を作ることができることを願っています。